皆さん、こんにちは。公認会計士の小林裕司です。本日は、幻の企業財務会計士ということについてお話をしてみたいと思います。皆さんは、企業財務会計士という用語を聞いたことがあるでしょうか？これは私が合格して少し経った時にですね、出てきた話なんですけれども、財務会計士という資格を創設する動きというものが当時ありました。時期としてはですね、ちょうど2011年頃だと思うんですけれども、いわゆるこう内部統制監査の導入がですね、一段落しまして、監査法人の中でこう、公認会計士が余り出したんですね。そして余り出したということは、新しく合格した公認会計士合格者、この方々が監査法人に入れないと、こういったような事態が当時ありました。これは監査法人側からしたら、そんなに今仕事がないのに会計士を抱え込んでしまっては、当然ですが人件費を支払うことができなくなってしまうなど、そういったやむを得ない事情があったんですけれども、こういったところで、なんとかしなければいけないということで、今タイトルにもあります財務会計士というものを創設しようと、こういう動きが当時ありました。金融庁がですね、いわゆるこの就職浪人、公認会計士の試験に受かったけれども就職先がない、就職浪人となってしまう方に、こういった人材をですね、一般事業会社の企業で積極的に活用してもらおうということで、こういった資格を創設するという動きがあったんですね。で、この企業財務会計士もしなったとした場合ですけれども、いわゆる監査証明業務をすることはできないんだけれども、会計プロフェッショナルとしてのこの名称独占というような資格をイメージしていたのです。当時この2010年ですね、2010年にはですね、就職浪人が過去最悪の、合格した中の約4割と、こういったような時期だったので、金融庁としてもこの就職浪人を何とかしなければいけないということで、財務会計士ですねというものを作ろうというような考えがあったようなんですね。当然こう企業側に対しても、いや、公認会計士試験に合格したんで一般事業会社でも戦力になりますよというような売り込みをしたというような記事もありますし、一方ですね、こう企業側からしますと、いわゆるそもそもこう名称独占の資格なんですよね、その人たちは。そして実際には公認会計士という有資格者を欲しいんですけれども、まだ試験合格したばかりの実務をあまり知らない会計士合格者を欲しいわけではないんですよね。金融庁側は財務会計士ということで実践力すごい人材ですよということで、売り込んだわけなんですけれども、企業側からすると、いや、その人が欲しいわけじゃないんだというようなことでミスマッチがあったんですね。一般事業会社も公認会計士なら欲しいけれども、企業財務会計士はいらないというような話になってしまいました。結局ですね、いわゆる金融庁側の要求と企業側のニーズが合わなくてですね、この案は廃案になったんですね。廃案になってしまったので、この幻のというふうにつけたんですけれども、実際には今もありません。この過程、いわゆる金融庁からする、公認会計士協会ですよね。この過程では、公認会計士協会の中でも少しいろいろ吸ったもんだがありまして、企業財務会計士の創設をね、容認した当時の会長に対して、協会の一部の理事からですね、役員の解任請求が出されたりとか、結局、過半数が反対で解任請求はなかったんですけれども、ちょっと会計士業界もちょっと慌ただしく動いていたと、こういったような時期がありました。こういったことから、これは今でも言えることだと思うんですけれども、資格に受かっただけで安泰というわけではないんですよね。当然、資格を取って、その資格を使ってどこかに企業に所属して、自分をスキルアップしていきたいという場合には、当然その企業側が欲しいという人材と合わなければ、マッチしなければいけないですし、また当然自分で独立していく場合にも、新しくこう仕事を獲得してこなければ、この自分の資格を活かせる場がなくなってしまうと、こういったことで、やっぱり資格あればあったでいいんですけれども、合格した後も大変なところは、今も昔も変わっていないと思います。今後もですね、もしかしたらこの
一時的なね、こう会計士採用枠が減ったりして、まあ、就職浪人ということがまた出てくるような時期があるのかもしれませんけれども、まあ、そういった時にまたこういった財務会計士という話はもうその時はないと思うんですけれどもね、必ずしもこう監査法人だけが会計士合格者の就職先ではありません。当然一般事業会社に行く方もいらっしゃいますし、まあ、最初からコンサル会社に行く方もいらっしゃると思います。監査法人に行くのは、まあ、ある意味大多数の人がいわゆる修了コースを受けるための要件ですよね。実務の従事の要件がありますので、まあ、それを満たすために監査法人に行くという方がほとんどではないでしょうか。まあ、その後のプランも考えて、まあ、就職をした方がいいと思いますし、まあ、今思うと私もですね、まあ、監査法人じゃないところにチャレンジしてもよかったのかなというふうに思いますけれども、まあ、今から昔には戻れませんので、まあ、これから先に考えていかなければいけませんが、なかなか会計士の柔軟の時代というものもありました。本日の動画はですね、企業財務会計士ということでですね、まあ、幻になってしまったんですけれども、まあ、会計士試験に合格しても就職先が見つからない時代が一時期ありましたという話をさせていただきました。本日の動画は以上となります。このチャンネルでは公認会計士受験の方や、まあ、公認会計士に興味のある方に、まあ、役立つような情報を配信していきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネルが良かった、面白かったと思う方は、チャンネル登録していただけると励みになります。また、いいねボタンも押していただけると、より作成の励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。このチャンネルでは、私の経験をもとに公認会計士受験に関するお話や、公認会計士の実務に関する気づきなどを発信していく動画になります。応援していただける方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。